トロサーモンの久保田和信はテレビ朝日耳の穴かっぽじって聞けに出演し、芸能界の仲間であるプラスマイナスの金光隆が直面した試練を暴露しました。この話題は番組の新企画解散した芸人の本音の一環として取り上げられ、久保田とウエストランドの井口博之が MC を務める中で語られました。2023年に入ってからは牛安全漫才、アマコーインター、プラスマイナス、ハイツ友の会など多数の人気芸人コンビの解散が相次ぎました。井口が最近ちゃんと活躍している人たちまで解散していると指摘すると、久保田もその現象に驚きを隠せませんでした。特に注目されたのは、久保田がプラスマイナスの金光隆の事情について語った部分です。金光さん、家を買って車も買っているんだよという久保田の言葉は、金光が個人的に大きな変化と投資をした直後にプラスマイナスが解散を迎えたという事実を指摘しています。金光はラジオ番組で2022年12月に家を購入し、2年4ヶ月前に注文した車がようやく届いたことを明かしていましたが、その喜びもつかの間、コンビ解散という突然の出来事が彼を襲いました。このエピソードは、久保田から車は3年待ってきたんだぜ、来た途端に解散、ちょっと待ってよという形で表現され、金光の失望や困惑が伝わってきます。これは芸能界の不確実性と個人の生活計画がいかに脆いかを示す一例です。久保田の誰も言ってないから言うけどという前置きは、金光の状況を公にすることの重要性を強調し、解散した芸人が直面する現実とその影響について視聴者に深く考えさせるものでした。プラスマイナスの解散は芸能界におけるチームワークの重要性と、解散が個々のメンバーに与える影響の大きさを浮き彫りにしました。久保田の暴露は芸能界で生き残るための苦労と個人の決断が周囲に及ぼす波紋に光を当てるとともに、解散という選択が芸人個人にとってどれだけ深刻な影響を持つかを示しています。この話題が取り上げられた耳の穴かっぽじって聞けは、芸人たちが自身の経験や感じたことを率直に語り合う場を提供し、視聴者に対して芸能界の裏側にある人間ドラマを垣間見せる貴重な機会を与えています。久保田のコメントは、解散という過程を通じて芸人たちがどのような心情に陥り、どのように前進していくかについて深い洞察を提供しています。